でね、今日はその前に実は「法華経の秘烏品」っていうのをちょっと読んでたらですね、実にこれは面白い。でこれはね、ちょっと秘烏品、皆さんどこにどうってわけにいかないので、御所にはないですから、非常に分かりやすいところなので、耳で聞いていただければいいと思うんですね。で有名な、まさにこれが念仏とかの柄杓のもとになってる、もし人心絶してこの経を希望せば、すなわち一切世間の仏種を断然、ないしその人明中して阿弥陀に至らんという、その有名な御門のあるところがこの法華経秘烏品なんです。で、それだけじゃなくですね、この三者頑なの例えってよく言われる、知ってる方います？三者頑なの。知らない？三者頑なの例えって。知らない？こういうことなんだよね。簡単に言うと、仏様が二条に対して、声聞会に対してお経を説いた時代があった。そしてその次は円覚会に対して説いたお経があると時代もある。そして菩薩に向かって説いたお経があると。一切衆生、そのひっくるめて10回にいきなり説いたんじゃないんだよね。その結局みんな、僕らにとっても当たり前なわけなんだけどさ、全ての人がみんな仏性があって、そして全ての人が平等に成仏できるその状態にいると、信心さえ頑張れば。ところがお釈迦様の時代はそうじゃないんだよね。二乗は絶対成仏しない、修行だけさせといて成仏しないっつってんだよね。ひどいもんだよね。修行はもう本当に、大変なその、厳しい修行させといて、それでいて、でもお前たちは絶対成仏しない。そして、そうは言うけど、二乗に対してこう、だから声聞会、菩薩会、円覚会、菩薩会、これを三乗っていうわけですよ。で、その三乗の法を説いて、そして、もちろん方便だよ。で、最終的にその三乗の法を開いて、一仏乗を説くっていう、法華経を説くわけだから。で、そのところをどうしてそんなことをしてきたのかっていうのを、その説明する例えが、その三者頑なの例えって言うんですね。まあ、そこのところなんですけど、ちょっと待ってくださいね。その仏様が、もっとざっくり簡単に言えば、要はね、この世はもう火事が起きちゃってる家になってんだよって。もう我々がこの世に生まれ落ちてる、ここ自体がもうケツに火がつよく世間で言うケツに火がついてる状況なんだと。それをみんなまだそこの中で、子供たちまだ子供のよまだ子供で遊び戯れてるって言うんだよ。ケツに火がついて、もう家ももう燃え盛ろうとして崩れ落ちようとしてるのに、遊び事に夢中になってるっていう。これまさにその仏の目から見たら、今の我々のこの生活を言ってるんですね。その根性一生だけしか考えてないじゃないですか。大概の人は、信心してない人は特に、その根性一生のことの中で、さあやれ、いい家に住みたいだとか、それからいい車に乗りたいだとか、いい奥さんと結婚したいとかさ、いい子供に恵まれたいとかって、全部根性一生だけの話だよね。で、死んだ後のことは全然何にも考えていない。これをそのまさに仏様の目から見ると、火事でケツに火がついてるのに、この目の前のことで遊び戯れてるっていう姿がそこにあって、そのことをその例えられてる話が、その三者頑なの。で、そこに仏は方便して、それでは子供たちがこのもう夢中になってるから、そして何度呼んでもちっともこっち向かない。つまり仏が正しい教えをしなければ、あなた方はもう今にも、つまり今生一生終わったらもう地獄三悪道に落ちるんだよっていうことを何ぼ言っても聞かないもんで、でしょうがないから方便して家の前にそのきらびやかなこの車を、牛、いろんな車だね、羊、なんだ、なんかいろんな動物が引くんだよ。それはだからその子供が好きな動物なんだね。で、それでやっと関心を示すわけよ。その、なんだ、例えば馬なる馬、
馬が大好きな子は、あ、馬の車だっつって、それでその馬の車に引っ張られて家をやっと飛び出すわけだな。それで気がついてみたら家が燃えてたってわけですよ。そうやって馬だか忘れたけど、何かの車、何かの車っつって3種類の車をやって子供たちを救ってきたんだよと。で結局それは方便で、実は最終的には大白牛車っていう大きな牛の引く車、牛ってのはほらインドでは誠に尊い動物として言われてるじゃないですか。本当はその牛の車、これが法華経って意味なんですね。大白牛車に乗せたいがために、実は前の 3種類の車でその方便をして、それでお前たちに与えて、そして興味関心を示させて、なんとかその3階、要はあの火のついたそのもう煩悩と欲望だけでただ渦巻いてる、何のそこに下脱もない、悟りもない、安楽もない、あの絶対的な幸福もないっていう、その家からただただ引っ張り出してあげたかっただけなんだと。でも実はその目的は大白牛車に乗せる、法華経に乗せるためであって、その目先でポンと与えたそれはただの方便だったんだという、そういう意味なんだな、三者片句の例え。でそのそれまあそれがまあ基本的なその仏教の知識なんだけども、問題はその読んでてすごいと思ったのは、その根性のその家がどんだけひどいかっていう、その例えが物ごっついすごいんですよ。でそこをちょっとね、我々もまあ私たちはさ、その大白牛車、最高のその仏様が本当に与えたかった大良薬に幸か不幸、幸不幸なわけねえじゃんね、幸福の上の幸福として直ちに出会ってるわけですよ。でも人によってはそこに紆余曲折があったはずだよね。その人生の中でこれをやって、これもやってみた、あれもやってみた、まあ宗教の人もいる、それいろんな宗教やってみた、そして結局は何にもそのバチばっかりで得るものがないからつって日蓮正宗に出会った人もいるし、あるいは人生においてもいろんなことやってみたけども、なんかこう本当にこれで人生っていいんだろうかっていう中でこの五本に出会ってる人もいるし、でもいずれにせよさ、恵まれた人なんだよ、本当にありがたい人。ところが世間ではこう言ってる今のこの瞬間でも、まさに三者固くその火のついたもうゴーゴーと燃え盛る中で、酒を飲み、女をこの 両脇に抱きのしてあるいはあるものはこう雲の上にタバコガンガン吹かしながらバシン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 って玉を、ね、やってる人もいればだよ。あるいはね、このムチ打つような宙にぶら下げられてムチ打つようなところに政治資金をこの領収書をもらってきちゃうようなそういうバカ野郎もいるし、そういうね中でそういう人たちに僕らがこれから作服をしていくときにね、やっぱりしっかりつかむ持っとくべきなんですね。その人たちはみんなこの燃え盛るどうしようもない家の中にいる。でしかもそのただ燃えてるだけじゃなく、その例えとして僕はただ燃えてるだけの家と思ってたらとんでもないくらいにむちゃくちゃな状態のところにいるんだと、仏の目から見ればそのくらい悲惨なところに住んでるんだっていうことをね、知っていければいいかなっていうことで、でですね、まあ前振りはそのくらいにして本文に行きますとですね、これがなかなか難しいわけですよ、法華経の原文ですからね。そこで日達上人がですね、実は非常に分かりやすくかつて法華経をこう口述されてるんですね。まあ、口述っていうかこれお書きになられたものだと思うんですけどね、筆記されたものだと思うんだけど、それを参考にしつつこのじゃあここをですね、まあざーっとこの物語ですからね、この物語をこう聞くような大スペクタルをこう聞くような感じで